皆さん、こんにちは。今回は村田秀夫さんの死因や南春夫さんとの確執から武さんとの関係に関する話をご紹介しましょう。村田秀夫さんは1929年福岡県浮羽郡吉井町で広沢千雄さんと矢野蔦子さんの子供として誕生。その後、蔦子さんの指定子である井出利葉澄子さんの養子になります。澄子さんは梶山春夫さんという男性と結婚し、一家は佐賀県東松浦郡大内町へ引っ越しました。幼少時から浪曲界に入り、1947年に少女浪曲師の吉田伊万里さんと結婚。この最初の結婚で少なくとも息子を2人と娘を1人設けたようですが、子供たちについての詳細は公開されていません。62歳の時に結子さんに先立たれたことで、また独身になった村田秀夫さん。2000年には村田秀夫さんがインタビューされたのですが、取材には事務所のマネージャーの他に村田秀夫さんがお母さんと呼ぶ女性須磨子さんも同席していました。須磨子さんは結子さんの後に村田秀夫さんの支えとなった人物です。インタビュー後、村田秀夫さんは石田須磨子さんと結婚式を挙げています。しかし村田秀夫さんは酒豪で肉好きで大の野菜嫌いという食生活がたたり、30代半ばから糖尿病に悩まされることになります。1995年頃から合併症が深刻になり、その年の8月には急性心筋梗塞、うつ地症心不全で意識不明となる事態に。1996年には右膝下を切断しました。閉塞性動脈硬化症による足切断でした。2000年には左足も悪化し、左膝下を切断、完全に車椅子生活となりました。俺に引退という文字はないと言い続けてきた村田秀夫さんでしたが、2002年6月13日、合併症の肺炎のため息を引き取りました。そんな村田秀夫さんは南春夫さんとの確執が噂されています。昭和の演歌界において日本独特の情念を歌い上げる音楽ジャンル演歌は多くの人々に愛されてきました。その中でも特に著名であり、両巨頭と称される村田秀夫さんと南春夫さんは多くの人々の記憶に残る存在です。二人の関係については長い間犬猿の仲として語られることが多く、そのエピソードは数多く存在しています。村田秀夫さんは義理人情や男の度胸をテーマにした曲で知られ、南春夫さんはお茶の間が笑顔になるような国民歌謡を目指していました。昭和37年、村田秀夫さんの王将が30万枚を突破した記念公演で、南春夫さんが羽織袴の正装で村田さんの舞台に上がり激励しました。しかし村田秀夫さんが南春夫さんの歌舞伎座公演に返礼の陣中見舞いをした際、アロハシャツにサングラスという姿で現れたため、南さんが激怒。このエピソードは二人の関係の象徴的な一例として語り継がれています。また村田秀夫さんが南春夫さんの公演にお祝いのくす玉を送った際、劇場に並べられたくす玉から南春夫さんへ村田秀夫よりと記された木札が外されていたことがありました。これに対し村田さん側が失礼なことをすると憤慨すると、南さん側はいや、うちはそんなことはしていないと反論しました。このように些細な行き違いや誤解から生じた不仲のエピソードが多かったのです。昭和39年3月、二人がテレビの歌番組ロッテ歌のアルバムで初共演した際、ラストの乾杯シーンで互いにそっぽを向き、関係者を慌てさせました。以来紅白歌合戦の楽屋で顔を合わせても知らんぷりだったそうです。二人の性格や生き方も対照的でした。村田秀夫さんは大酒飲みで体を壊しても飲み続け、千人は超えると豪語する女遊びに3億円使ったという武勇伝の持ち主でした。それに対して南春夫さんは喉を守るために
酒やタバコは一切やらず、浮いた噂など全く聞かない芸能界では珍しいほどの謹厳実直な人物でした。このような状況の中、昭和51年10月、日本興業界のドンである永田貞夫さんが中に入り、二人の対立に雪解けが訪れました。それは永田さんの子息の結婚披露宴の席上でのこと。永田さんは共に出席していた南春夫さんと村田秀夫さんを舞台に招き、あんたたちはどっちも浪曲から出て日本一になった二人なんだから、これからも仲良く手をつないでやっておくれよと言い、二人を握手させました。昭和57年にも NHK の歌番組で手打ちショーが行われ、長年の犬猿の仲も恩州の彼方かと思われましたが、昭和63年になって再び雲行きが怪しくなりました。その前年に紅白出場辞退を宣言した南春夫さんに対し、村田秀夫さんが、紅白こそ歌い手の証を示す最高の舞台だ、理由は何であれ歌っている以上絶対に出るべきだ、あれでは負け犬と同じじゃないかと発言。この発言により喧嘩の再燃かと芸能マスコミは色めき立ちましたが、村田さん側は真意が曲げられて伝えられたと弁明し、南春夫さん側は紅白に出るか出ないか考え方は十人十色、二人の仲は別に悪くないと述べ、火種を消すのに懸命でした。このように二人の関係は一触即発の状態が続いていましたが、周囲の関係者たちはその度に仲裁に努めていました。二人の関係が完全に修復されたとは言えないものの、少なくとも表向きには和解の姿勢を見せることができました。演歌の世界では個々のアーティストが持つ独自の魅力が重要視され、それぞれの個性が尊重されていたのです。一方、南春夫さんが亡くなった際、村田秀夫さんがつい漏らした一言が注目されました。なんとな、寂しいな、俺が右足を切断した時に心配して電話をかけてきてくれた、彼の活躍が俺には刺激であり励みだった、全然犬猿ってなもんじゃないよ、その一言は長年のライバル関係を超えた人間関係の深さを感じさせるものでした。二人の間には表面的な対立を超えた同じ時代を生き抜いた者同士の尊敬と絆が存在していたのです。南春夫さんとはライバルのような関係だった村田秀夫さんですが、たけしさんとの関係も注目されています。きっかけとなったのは、たけしさんが世界の北野ではなく2ビートで毒舌漫才をしていた頃のことです。ビートたけしのオールナイトニッポンで数々の伝説のギャグが生まれました。それらは村田秀夫さんの豪快なキャラクターやトンチンカンな言動をネタにしたもの。これが演歌に馴染みのない若いリスナーに大受けして、ムッチブームが起こります。村田秀夫さんにまつわる豪快な逸話とは、海外旅行の際、書類のセックス性別の欄に週2回と書いた力うどんを買うどんをくれと注文したというようなもの。ムッチブームのきっかけとなったたけしさんのラジオ番組について、週刊誌では水道橋博士や松村邦弘さんが対談した場面が綴られています。水道橋でも聞いている方はドキドキしましたよ。歌謡界の大御所をいじるなんてタブーだったじゃないですか。それなのにコーナーまで作って、松村村田先生もさすがでしたね。あの番組がきっかけでムッチブームが起こると、ついにご本人が番組に登場。たけし君がハッハッと全てを笑い飛ばした。水道橋、あれには大御所とはこういうものか、さすが懐が深いと我々リスナーも感動しました。ネタの大半は創作と言われていますが、村田秀夫さんならありそうというものばかり。またたけしさんが歌を歌うことについて、いいかたけちゃん、いやたけし、お前は漫才師だ、俺は歌手だ、高田お前は作家だ、お互い仕事のジャングルが違うんだ、俺のジャングル入ってくるなと説教したこともあるようです。
今回紹介した村田秀夫さんの死因や南春夫さんとの確執から武さんとの関係に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。